日本語コンテッペイ子供と一緒に行ってます日本語コンテッペイの時間にしてみなさんなすんげんきですか今日は日本語コンテッペイはたくさんありますよたくさんアップロードしてますよ毎日毎日たくさんアップロードしてるでしょまあ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 。まあまあ,まあ、あのー あのどういうふうに話し始めましょうあのあのあのまああの <laughs> まあまあこれを聞き続けてくれている、えーま、いくつかの人たち、ね、何人かの人たちどのぐらいいるのかなちょ,ちょっと分かりませんどれぐらいの人たちなのか、えー、いろいろなリソースの,あのいろいろなプラットフォームいろいろあるでしょう。 まああの多分アップルポッドキャストスポーティファイえー、YouTube まああとは直接あの「日本語コンテッペイポッドキャスト」のウェブサイトから聞いてたりダウンロードしたりまあいろいろな方法があるからちょっと全ての数はあの調べてないですね最近全然見てないから、えー。だから分かりませんが正確には分からないけどまあ 毎日毎日ポッッドドキャストアップロードして毎毎日毎日それを聞いてくれている人たちがまあ何人もいます。何十人何百人ぐらいかな。だけどまあ日本語学習者は世界中に多分何十万人とかもしかしたら何百万人いるのかなわかりません。とにかくたくさんの人がいてえたくさんの人がいつもあの 日本語の勉強リソースを探してますみたいなねいつもいつもいろいろなところで「どうやって勉強したらいいか教えてください」「リスニングを良くするためには」とか未だに質問し続けてますよね。答えはあるのに。ねもうそこあるでしょあの僕こんだけ5年間ねずっと毎日最近はね今年とか去年とかはほとんど毎日アップロードしてますよね。 にもかかわらず使わわないんですよ、ねはい、にもかかわらずやらないんですよ。なぜそれはまるで僕が「いや僕運動した方がいいですよね」とか言いながら僕ねこの家の中にダンベルがあるんですよね。でも使わない。はい、使えばいいでしょあるのに目の前に。なぜやらないはい。まあそんな感じですよね。で まあ、ダンベルの場合、ちょっとめんどくさいでしょ <laughs> まあ、言い訳ね。<laughs> ダンベルの場合、ちょっとめんどくさいでしょ <laughs> でも、ポッドキャストって耳に入れるだけだし、えー、まあ、例えば、僕の奥さんなんて、結構高いレベルがあって、もう、あのー、そんなに難しくないんですよね、ポッドキャストを聞く、ね。まあ、僕のポッドキャストじゃなくてもいいけど、これぐらいのレベルのポッドキャスト、たくさんあるから、聞けばいいのに、 まあ習慣にななってないんですよねまだだから、まあ、結局は習慣になっているかどうかこれがやっぱり大きい違いなんだと思います。皆さんみたいにとりあえずねとりあえずですよまあ仕事に行く途中とか散歩に行く途中とか掃除をしながらとか朝起きてとか夜寝る前にとかまあポッドキャストを聞く習慣がある人にとっては これはもう当たり前のことだから毎日毎日聞くそしてうんまだ足りないそういう人が僕にメッセージをくれます、ね、まだ足りません先生もっとアップロードしてください最近ちょっと一つのエピソード短くないですかそういうとてもあの熱意のある人たちとてもパッションのある人たちとてもいわゆるエンスージアスティックね本当にあの 勉強したいという気持ちが強い人たちのボイス。ね、声を。僕はいつも聞いてるから。その人たちに合わせて。毎日アップロードしてるんですね。でも、まあ、モチベーションの低い人たち。ルーティーンがまだない人たちにとっては。これはちょっと多すぎる。ね。哲平先生、ちょっと多すぎます。みたいな。ね、ただ、僕、僕はその人たちのために、あの、一週間に一回だけアップロードとか。そういうことはしません。 僕はいつも熱意のある人もっとやりたいもっと勉強したいもっと聞きたいそういう人たちに合わせてこのペースでアップロードし続けてる。ね、やっぱりやる気がある人に合わせないと、ね、やる気がない人に合わせるとまあ意味がないでしょもっと勉強したいもっとやりたいっていう人に合わせて、えー、続ける、ね。僕にとってもそのエネルギーが元気になるからね。 そして、まあ、いつかですよ今まだその勉強のルーティーンとかリスニングのルーティーンがない人が十分ない人がいつかね気が付いて、えー、やっぱり私は毎日聞かないと駄目だやっぱり僕はもっともっと聞かなければいけないそう気が付いた時にあれ日本語コンテッペイはこんなに今までたくさんのオーディオをアップロードし続けてくれただから毎日聞こう毎日 時時間間ここうう毎日4時間聞こう、ねまあ、そういう風に今まで、えー、僕がアップロードし続けたものをまとめて聞くこともできるでしょだからまあとにかくですよとにかく僕が毎日毎日ポッドキャストをアップロードしてる理由はまず一番目に、えー、勉強したいもっと聞きたいもっと毎日聞きたい毎日たくさん聞きたいそういう人たちに合わせてアップロードしている。もう,1つ,ももう1つ目 二つ目ですね。もう一つ目は、今はまだリスニングのルーティンがない。今はまだ忙しいとか言い訳をしている。今はまだ、ね、今はまだ、今はまだそこまで、えー、勉強の気持ちが強くないけど、いつか、いつかですよ。いつかスイッチがオンになった時に十分のリソースが溜まっている、ね。十分なリソースがある。 そういう状態にしておきたいから毎日毎日アップロードしているんです。もったいないですよね。せっかくあるのに、あるものを使わないっていうのはもったいないですよね。僕だってダンベルあるでしょ、目の前に。ちゃんと運動,運動した方がいいですね。というわけで、えー、人に言ってるだけじゃなくて、自分もやるべきだと気がついたところで、これを終わりたいと思います。この後僕、ダンベル使いますよ。今日はやるぞ 運動やるるぞぞルーティンにするぞそういう気持ちで頑張ります。というわけでチャオチャオアストレイ語またねまたねまたね。またねまたね